皆さん、こんにちは。子役時代からドラマや舞台で活躍し、毒舌キャラで人気を博し、バラエティ番組にも出演していた女優の杉田薫さん。最近はテレビで見かけることが少なくなり、干されてしまったのではと噂されています。今回は杉田薫さんの干されてしまった理由や枕営業の噂、結婚などについて詳しくお話ししていきます。まずは杉田薫さんのプロフィールからご紹介します。名前杉田薫、本名橋本薫、生年月日1964年11月27日、出身地東京都新宿区、血液型 B 型、身長157センチ。幼少期に劇団若草に入団し、幼くしてピアノや歌、踊りなどを習っており、1972年に舞台春の坂道でデビュー。杉田薫さんが一躍有名になったのは、杉田さんが7歳の時に出演した石立哲夫さん主演ドラマ「パパと呼ばないで」に出演したのがきっかけでした。ドラマの中でチーボーの愛称で親しまれた杉田薫さんは、天才子役と立てられるほどの見事な演技で、瞬く間にお茶の間のアイドルになりました。ただ本人曰く、歌も芝居もあまり得意ではなかったそうで、この「パパと呼ばないで」に出演するまでに何度もミュージカルのオーディションに落ちていたそうです。ですがこのブレイク後、数々の作品に出演しています。1976年12歳の時には、子役からの脱皮を模索して、なんと個人事務所を設立、アイドル路線へ変更しようとしましたが、これは失敗に終わってしまいます。そしてなんと杉田さんは13歳の若さで300万円もの借金を背負ってしまったといいます。このことについて杉田さんは、とあるバラエティ番組にて、出資して事務所を作りませんかってうまい話を持ってくる人がいて、13歳の時に個人事務所を作りました。でも1年で解散、借金だけが残りましたと、まだ子供だった杉田さんを騙そうとしてきた悪い大人の話に乗ってしまったことを告白しています。このように若くして多額の借金を背負ってしまった杉田さん。しかしここで転機が訪れます。借金を背負ってしまった杉田さんに、とある大手プロダクションの社長から、うちは売れているタレントを抱えているから君に投資する余裕があるよと声がかかりました。この投資とは、杉田さんの借金の全額肩代わりだったそうです。そしてこの好待遇で新事務所に入所した杉田さんは、自身の代表作にもなる3年 B 組金八先生の出演が決まりました。杉田さんは当時を振り返って、私の最初の復活は3年 B 組金八先生でした。その頃は借金もあって低迷していましたが、この出演で運気の流れが変わったなと実感しました。中学生で妊娠する難しい役柄で、オーディションの面接で、あなたならできますよと言われましたが、実際受かると返事するのに3日間ぐらいかかりました。わらをもつかむ思い出の再チャレンジでした。3度のご飯より芝居が好きだったんですと話しています。話にもあった通り、この3年 B 組金八先生で浮上のチャンスをつかんだ杉田さん。1980年に出演したテレビドラマ池中玄太80キロで西田敏行さんと共演すると、このドラマがヒット。加えてこのドラマの挿入歌である鳥の歌を歌っており、この楽曲がシングルとしてリリースされると約40万枚を売り上げる大ヒットとなりました。そしてこのヒットにより杉田さんは借金を完済できたといいます。2000年頃からはバラエティ番組にも出演するようになり、その毒舌キャラが人気となりました。2004年8月には24時間テレビでチャリティーマラソンに挑戦し、見事 100km 完走。このように杉田さんは一度落ちかけはしましたが、そこから復活し幅広く活躍しています。幼少期から活躍していた杉田さんですが、枕営業をしていたという噂があります。昭和の芸能界では枕営業のことをグラビアアイドルの副業と呼ぶなど、公然の事実のように扱われていたそうです。
元音楽番組のプロデューサーはこのように語っています。芸能界に入る前に初体験を済ませてくる子が珍しくない。今と違って昭和のアイドルは処女のまま芸能界入りするのがほとんど。清純さが命であるアイドルは本来そうあるべきなのですが、そういう子に対しても容赦なく枕営業を強いるのが当時の芸能界でした。事務所から枕営業を打診された少女たちが、せめて初めては好きな人とということで交際相手や憧れの男性のもとに押しかけて駆け込みロストバージンをするのが流行った時期もあったくらいです。僕が知る限りですが、具体的に名前を挙げると小柳ルミ子、浅野ゆう子、杉田薫、森口博子、足立由美等は初体験が枕営業だったはず。全員がその後何年にもわたってしぶとく芸能界で生き残っていることを考えると、処女を捧げた甲斐はあったのではないかと思っています。そしてさらにこう続けました。例えば杉田の場合だと、初枕は12歳とか13歳、確か初潮を迎えたばかりだったと記憶しています。幼い頃から芸能界にいて大人の事情をよく分かっていた。いつの時代にもいるもので、そういう性癖の男たちにとっては玩具のようなものでした。今思うと相当えげつないですね。芸能界の枕営業を語る上で伝説のように語られるのが、枕営業なしで成功したのは後にも先にも山口百恵だけという話があります。選出の元音楽番組のプロデューサーはこの話について事実ですと回答していました。今の時代では考えられない話ですが、昭和時代の芸能界は閉鎖的で闇深いものだったのですね。幼少期から厳しい芸能界で過ごした杉田薫さんですが、なぜテレビから消え干されてしまったのでしょうか。結論から言うと、干されたというのはデマのようです。杉田薫さんがテレビから消えた本当の理由は母親の介護のためです。2013年頃、杉田薫さん自身が母親の介護のために芸能活動を休止すると発表していました。杉田薫さんの母親は20年ほど前から重い肺気腫で一度倒れたこともあり、2013年には母親の具合がかなり悪くなり、3日ほど集中治療室に入ることもあったそうです。その後も杉田薫さんの母親の病気は障害等級が最も重い1級となっていて、介護が必要な状態となってしまったそうです。母親の介護に費やす時間が長く、芸能活動との両立が難しくなってしまったため、しぶしぶ休止という形になったようです。そして2018年1月に母親は他界してしまったそうです。杉田薫さんは母親の介護を終えた後、茅ヶ崎で生活していたようです。無農薬で野菜を育てるなど農業を中心の生活をし、在宅医療についての講演会などにも参加しているようです。最近では芸能活動の復帰を目指しているとのことで、これからまたバラエティ番組で杉田さんを見ることが増えるかもしれませんね。次に杉田薫さんの結婚についてお話ししていきます。杉田薫さんは過去に2度の結婚をされています。1度目の結婚は2005年1月11日、お相手は鮎川淳太さんという方で、杉田さんよりも4歳年上です。実はこの鮎川淳太さんは日産コンチェルツの創始者を祖父に持ち、父親はテクノベンチャー株式会社の創業者である鮎川弥一さん、ご自身もテクノアドベンチャー株式会社の社長兼会長を務めている超エリート男性です。鮎川さんが杉田薫さんの大ファンだったのがきっかけで出会い、一人の男と一人の女として出会い、世間でいう電撃的運命的な結婚という結果になりましたという文章をマスコミ各社に送り、結婚を発表しました。しかし2005年8月11日、結婚からわずか7ヶ月で残念ながら離婚をされています。離婚理由は発表されていませんが、鮎川さんに借金があったのでは、モラハラをされていたのでは、育った環境が違いすぎたなど様々な憶測を呼んでいました。出会ってからわずか2ヶ月でのスピード婚だったので、
お互いのことをよく知らなかった可能性もあります。そんな中、杉田かおるさんはバラエティ番組などで鮎川淳太さんに罵倒された、暴力を振るわれたと鮎川さん側に問題があったかのように語りました。また週刊ポスト2005年9月2日号に掲載された杉田さんの手記には、レストランやホテルの一室で彼は私を罵倒し始めた、彼は私に向かって殴りかかってきた、感情のやり場がないかのように暴れ出したと書かれていました。これに対して鮎川さんは、名誉毀損とプライバシーの侵害を BPO 放送倫理番組向上機構に訴えます。事実関係を歪曲しており、自分の社会的評価を低下させ名誉を毀損侮辱するものであるという内容で訴え、 BPO 放送倫理番組向上機構は杉田かおるさんの発言を放送した関西テレビによる名誉毀損とプライバシーの侵害を認定、テレビ局は最も重い勧告処分を受けることになりました。また鮎川さんは週刊ポストの発行元である小学館に対しても損害賠償2000万円を求める訴訟を起こしています。2007年6月25日裁判の結果、東京地裁は小学館に800万円の支払いと週刊ポストでの謝罪広告の掲載を命じました。判決文には、レストランで杉田かおると口論になり、かおるが原告元夫を罵倒するような言動をしたことによって結婚は破綻の方向へ向かっていったといった実情が書かれていたそうです。杉田かおるさんの手記と逆ですね。小学館広報室は当方の主張が全く認められず残念だ、判決文を司祭に検討した上で今後の対応を決めたいと公式コメントを残しています。鮎川淳太さんは会長兼社長という立場、会社や社員を守らなければいけないので、こういった発言や報道を看過することはできなかったのでしょうね。離婚理由は今でも明かされておらず、真相はお二人にしか分かりません。二度目の結婚は2013年12月26日6歳年下の一般男性と再婚をしています。その現在の夫を紹介してくれたのは、なんと杉田さんの元彼だったそうです。その元彼は杉田かおるさんと不倫騒動になった相手です。この元彼の離婚後に改めて交際しましたが、2011年東日本大震災後に杉田かおるさんが福岡県に移住したことで元彼との交際は自然消滅しました。そんな元彼から、後輩に素敵な40代の男性がいるんだけど会ってくれないと再婚相手となった男性を紹介されたそうです。杉田かおるさんは農業生活を始めたことで人生が変わったことを何度も語っています。この男性とも一緒に農業をしたりして関係を深めたそうで、農作業や畑が結婚の大きな後押しとなりました。再婚相手の男性は、杉田かおるのオーガニックライフ、野菜の力で優しさを知りましたを読んで、杉田かおるさんの農作業に興味を持ったそうです。建築関係の博士をしている方とのことですが、一般人のため残念ながら顔写真やその他の詳細は明かされていませんでした。2014年2月25日放送の日本テレビ系踊るさんま御殿3時間スペシャルに出演した際、自身の再婚について話していました。50を前に入籍しました、一緒に住んでいます、朝ごはん作って夜ごはんも作ってきたと明石家さんまさんに報告すると、顔が変わった、優しくなったと変化を指摘されます。これに杉田さんは両手を頬に当てて恥ずかしがっていました。この時に杉田さんは夫のことをあなた、夫は杉田さんのことをカオル殿と呼び合ってることも顔をあからめながら明かしていました。2016年8月21日放送フジテレビ系僕らの時代に出演した際には、杉田さんは夫のことをすごく頭が良くて変態、年下ですごいイケメンで理想なの私の器が大きくてベッドに寝ていてお互いのスキンシップを大事にしてる
と幸せいっぱいに語っていました。この一般男性の夫とは湘南で今でも仲睦まじく暮らしているとのことです。これまでの芸能活動や母親の介護に元夫との裁判など波乱万丈だった杉田薫さん、今は穏やかに過ごしているようですね。女優業も再開したようなので今後の活躍も楽しみですね。いかがでしたか？今回は杉田薫さんの干されてしまった理由や枕営業の噂、結婚などについてお話ししていきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。